なんだ、究極女が笑っていたのは、バクテリアが笑っていやがったのか。そうなの、卵子が笑ってたの。で、精子もバクテリアじゃないけど、バクテリアの一種ね。あ、でも、単細胞生物だから、便中って。精子って便中そのものなの。海の中いっぱい泳いでるでしょ、便中。トイレに泳いでるって言うと思うけど、トイレでもいるよ。だけど、普通は海の中にいます、便中は。ね、で、海の中、便中だらけ。他の生き物の便中の中で、人間の男の人が、すーいすーいと泳いでるわけ。女子もよ。なんで喜んでる。 それはいいとして。赤血球も白血球も、バクテリアって言ったでしょ。で、この細胞ね、もう一個一個は元はバクテリアじゃないねんけど、その卵子っていうバクテリアが DNA を持って、要するに遺伝子のその指令によってこういう形になっていくわけ。だから、これの原料はバクテリアなんですよ。多細胞生物の細胞の原料は、そもそも卵子なの。じゃあ、便中のはどうなったって、精子の方でしょ。捨てるんちゃうんです。受精したら、こうやって、袋やから、多分そうなった。便中は。遺伝子を失った便中は。でも、便中のレベルと無理なのかな、動くこと。卵子の方は遺伝子たんまりをもらって、で、どういう組み合わせしようかな。ところが、その卵子に到達できなかった便中たち、すなわち他の精子たちは、怒り狂って自我になっている。それが、まあ、遺伝子の、敵対関係というか、自分の生まれた時にですね、適正遺伝子がおるわけ。そういうのそれね、自分の父になってくれた遺伝子以外の遺伝子がおると。ところがね、この細胞はね、遺伝子がこういうふうになったんじゃないの。卵子がこういうふうになって、精子は捨てられん。受精されたら捨てられん。で、他の精子たちは、便中は。だけど、もう諦めて捨てるんですよ。だってもう、免疫系に殺されるの、お母様の免疫系に。ね。だから、便中は殺される。だから、中の遺伝子は、もう RNA になるしかない。まあ、そういうのは、それも取り引き的な感じでなるわけ。決して DNA にならない。自分の遺伝子以外で RNA にそんなのわかんない。で、結局、これは原料は卵子や。じゃあ、遺伝子っていうのは、実は卵子っていうバクテリアをどういう細胞生物にしていきましょうかっていう、その設計図に過ぎないんだ。だから皆さん、遺伝子に関してちょっと、買いかぶりすぎ、設計図に過ぎないんだよね。だから言葉に過ぎないし。でしょ？だから言葉に傷つくの。遺伝子は言葉だから。でもね、卵子出身のこの多細胞生物である、ね、この肉体は遺伝子出身じゃない。だから発生後、こうやって、まあ、大人になろうが、子供の時の話でもね、細胞の中に閉じ込めてんねん、遺伝子を。犯罪者みたいに閉じ込めてんねん、遺伝子を。必要な時以外は絶対口出さないの、知ってるわけ。意外？そういうふうに習ってんかったもんな。で、まるであたかも、細胞は遺伝子が原料ですよって習ったの。それはちょっと科学というか、生物学偏重すぎなのかな。化学知ったら、大笑いするな、あなたって。なんでアデノシン三リン酸がどう転んだら細胞になるのというの、あーって笑うね。荒川科学も、あーって。分岐かお前、分岐かお前って。はい、天使かだよな、うちも言ってたけど。な？じゃ、王子戦士は知ってんのか。どの感じや。じゃ、ダイオウイカはって、なんでそこでイカやねんってなの。イカ略ってところイカやんけ、やっぱり。あかんやろ、こんな。しかも、ハリマ火星とか、ハリマ戦士って言いそうになった。それやったらあれやろ、芦屋同盟。山陽火星で偽善面とか、皆さんだと。いろいろあんねんね、本当は。調べたら、調べ倒したら。就職したかったら調べ倒したら。優良中堅を。いろんな産業の優良中堅、調べ倒し。就職したかったら本当に。絶対君ならどっか一個は受かる。
君がもし日本人なら、日本の有料中堅、調べ倒して、受け倒せ。どっか一個君にぴったりなところがあるし、君がぴったりなところもあるぞ。わかったな。いいこと言ったったやろ。たとえ文系でもな。とにかく、アタックしろ、有料中堅にはアタックしろ。大企業なんかでアタックすんな。バカにされて終わりやん。バカになって終わりやん。バカになっちゃうよ、大企業なんか。で、所詮連合不全になっちゃうよ。有料中堅にアタックしろ。帰ろう帰ろうって、行け